はい、こんにちは。クロローブしっぽです。今回はね、アレフガルドの南の島の、この塔のダンジョンをクリアしたいなと思っていますけれども、音声データをですね、失ってしまってじゃなくて、音声データが壊れてしまってですね、今日は後付け実況になってます。いや、マジやらかしましたわ。この日ですね、2時間ぐらい、このドラクエ2やっとったんですけれども、その2時間分のデータ、音声データがなくなってしまうという現象がですね、起きてしまって。で、なんとかですね、不幸中の幸いと言いますか、これね、ゲームの音声も含めたプレイ映像の収録と、あとこの喋ってる音声の収録って、別データになるように収録してるんですよね。だからプレイ映像だけは残ってるという。まあ、なんとか、初見の実況を貫けたんじゃないかなと思ってます。でですね、これ今、ゲーム止まってると思うんです。ゲームが止まるというか、ゲーム中の自分が止まってると思うんですけど、これ何かというとですね、左下の格子の部分が、一体なんだみたいなこと喋ってるんですよね。でですね、なんでしょう、ドラクエ2の取説をですね、入手してですね、それを見てたんですよね。で、パッと見、ダメージ床の類かなと思ってですね、調べとったんですけど、毒沼とかバリアとか、それ以外に乗ってなくてですね、ダメージ床。一応こうやって近づいて試してみるんですけれども、取説に書いてない何かかな、みたいな感じで、見とるんですけれども、あれ壁じゃん、みたいな。格子状の壁じゃん、みたいな。一応中に入れるかどうかをこう確認してる感じですかね。あとこのダンジョンめちゃくちゃ広いっすよね。めちゃくちゃ広いし、あと、すごい迷路になっとってですね。まあ、行き止まりばっかり突き当たるみたいな。こんな感じで。あとそうだ、多分、自分の動画を今まで見てくれた方は気づいてると思うんですけど、こんな感じで、いつも対戦拒否って逃げてるんですよね。多分これも逃げるよ。リーラー男が出てきて逃げる。で、回り込まれてボコられるんですよ。でね、収録中はほとんど逃げて、で、裏っていうか、収録してない時に、レベル上げするみたいな感じでやってたんですよね。これ残念ながらね、このやり方が通じなくなってですね、なぜかというと、逃げれなかった場合、まあどういう風な、乱数が動いてるかわからんけど、連続で逃げれなかった、プラス、同じキャラを攻撃、集中攻撃されたら、もう終わるんですよね。誰かが死ぬんすよ。あ、これかな?これが、マイコが、そうそう、これ。こういう状況になったらもう終わるんすよ。今の逃げる云々関係なかったけど、そう、回り込まれて、で、マイコがやられるみたいなね。あんま逃げるのよろしくないかなと。戦うというか攻撃するなりね。あと、体力やばいやつは、やばい味方は回復魔法とかね。使ったり。あ、切ったわ。諦めて切ったわ。で、何の話だったっけ?そう。あとはね、防御とかもうまいこと使っていかないかんかなと思ってですね。ね、あとね、これ復活の呪文。長いんすよ、やっぱ。ドラクエ2。で、ちょっと経験して分かったんですけれども、荷物というか、道具をいっぱい持っとったら、それだけパスワードが多くなるっていう現象があるっぽくて。で、なんでしょうね、無駄にですね、アイテムを結構持ってて、何かというと、福引券なんですよ。やけん、ちょっと福引券も消費しつつ、ちょっと、進めたいなっていう、今日この頃でございます。じゃあ、ちょっと飛ばしますね。確か、ドラクエ3からかな、セーブ制に変わるのって。俺、
カセットの、ファミコンカセットのセーブデータを抽出して、また戻すようなことができるけん、セーブ性の方が助かるんよね。バッテリー切れとか、衝撃でデータが切れるとか、そういうことも結構対処できるじゃん。はい、さっき死んだあたりのところに戻ってきました。でね、この格子状のところってどうもね、周りが見えなくなるみたいな、ちょっと視界妨害オブジェクトみたいな感じみたいなんですよね。これも逃げるか？この試合も逃げる。ここは回り込まれなかったけどね。ちょっとこういう試合の仕方はね、戦い方はね、後々ちょっとやめるんですよね。まあ、それいいとして、良くないね。集中攻撃これ食らったんじゃないかな、確か。いやー、でもマイコやばいね。そこまで集中攻撃受けてるわけでもないけど。うん。今のあれよね、マイコにガードさせつつ、ランドで回復みたいな感じが良かったかな。で、この見えなくなってるところ、空間が4つあるねっていうことを、今確認したって感じですね。で、とりあえず左、右上か。右上から見ましょうってことで。で、分岐が多いと。分岐が多いとこう、確か文句言ってたような気がする。あと、この試合からかな、ちょっと学習して戦い出すんすよね。あ、でもさっき逃げてたら違うか。あ、違うっぽいな。全然逃げてるわ。いやー、これねー、ゴーゴンヘッドがバフでバフ巻きまくって、で、ミイラ男がめっちゃ殴ってくるみたいな、めっちゃやばい、構築というか、構築ってなんだ。あっちの編成なんですよね。ちょっと学習しだしたな。回復入れてるわ。あー、マイクがやばい。なんとか、マイク死なずに済んで、でとりあえず、主人公は殴っといてって感じかな。こう、めっちゃ考えてるね。あれかな、ゴーゴンヘッドを殴るか、ミイラ男を殴るかみたいな。これはもう、ちょっとちゃんと見てなかったけど、ゴーゴンヘッドね、めちゃくちゃ硬くなるからね。あと、変に、こっちにダメージを通るような攻撃してこんから、俺的にはね、ミイラ男を殴ったがいいかな、みたいな。あー、デホイン、それか。あ、確かにね、マイコに防御させても、防御がね、すぐ起動するわけじゃないから、では何がいいんだろうな、今。逃げたね。何がしたかったんや。で、ちょっと体力回復、体力確認して、で、階段見つけると。登るのか。ちょっとまだ分岐確認してないよね。で、ミイラ男。おぉ、何も悩まず、逃げたな。そうそう。で、これ、迷ってんのよ。ちょっと分岐が多すぎてから、どこから攻めようかな、みたいな感じになってた気がするんやね。サーベルウルフ、こいつ体力少ないけど、結構ね、ダメージ通してくるよね。体力がやばい。ほいに。そうそうそう。少しずつね、学習してから、回復入れるようになってきましたね。こう、よりどり緑。回り込まれたね。これどうだ？あ、ゴーゴーヘッドの、バフってさ、ゴーゴーヘッドにしかあんま通らないみたいなよね。あ、これめんどくさいね。これはめんどくさい。で、幻見せてくるやろ？ふんふんふん。逃げるか。で、回り込まれて、これ一旦無駄やな。あと、マイコの体力も結構やばいね。おっと、これ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 。もうどうしようもない。マイコが攻撃されて終わるやつや。あ、終わったわ。
終わりましたね。こっからどうするんやろ。これ主人公も落ちるんじゃない？こういう場合はどうしよっかな。もうこういう状態にならんように立ち回らんと。あ、逃げたね。で、またエンカウント回復しろよ。今の回復しろよ。で、うまいこと逃げれたけんいいけどさ、どうする？悩んでるね、これ絶対。ちょっと、この状況でどういうこと考えてたかわからんけど。呪文ランド？あれかな？回復して進むか、戻るか。あ、リレミット使うな、これ。で、ルーラかな？でね、この後ね、福引券の消費で福引屋に行ってくるんやけど、もう大爆死で、何も見どころがなかったからもう、完全にカットしますね。はい、塔の前に戻ってきました。でね、もう、ちゃんと戦おうってことでね、いろいろ考えたんですけれども、多分これが結構いい戦い方じゃないかなっていうのができたので、ちょっと見てもらいたいと思ってます。で、最初クロロとランドが戦うで、マイコが魔導士の杖ですね。で、まあ、ランドはね、呪文使う必要ないからも戦うにしてます。で、マイコの魔法の杖？魔導士の杖？あれ通らないっぽいのよね、こいつら。でも一応ね、もう一回試してみようかな、というとこですね。やっぱ主人公の攻撃強いね。死神に効かなかった。で、どうもね、魔導士の杖を使用した結果、効かなかったのメッセージが表示されたんですけど、その効かなかったってメッセージの表示って、外れたってよりは、本当に無効な攻撃みたいな感じみたいなんですよね。まあ、多分ですけど。ちょっと知ってる方コメントいただけたら嬉しいです。あ、もういつの間にか終わってるわ。で、レベルが上がって、って感じかな。まあ、こんな感じでね、防御を含めたりとか、あとは、回復魔法を早めに使って回復したりとかね。そんな感じでね、ちゃんと戦って。で、戦っても、確実に勝てないバトルはワンチャン逃げたりとかね。あとは、攻撃が怖くない。ゴーヘッドだけ残ってるとかね。そういう時はね、まあ、時短のため逃げても構わないって感じかなと思ってます。ということで、ちょっと今回ここまでにします。次回からはですね、このアレフガルドの南の島の塔をしっかり戦いながらですね、分岐を網羅していくようにしますので、てかもう、実際も収録終わってるので、まあ、音声データなくなっちゃったけどね。次回もですね、後付け実況で、お送りしようと思います。見ていただけたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。またねー。